えー、皆様改めてこんにちは。えー、新春講座では「人生を考える」と題して「歎異抄」を読んでおります前回前々回とですね「歎異抄」の第10条と「中条を見ていきましたお念仏の教えに対して自らの計らいを交えないことがとても重要であること、えー、そのことをですね「えー、第10条」と「中条を通して見ていきました 自らの計らいを交えるとは例えばですけれども自分の立場をもっとよくしようとかまたは相手を言い負かしてやろうと、まあ、そういった時ですねそうした利己的な思いが強く働く時にその教えを利用してそこに自らの計らいを交えて教えを伝えていくそうすることで結果的に教えが異なって伝わっていくことがあります。 だからこそお念仏の教えに対して自らの計らいを交えないことがとても重要なことですよえ、そうした内容をですね前回前々回と見ていきました今回は「短日章の第11条を見ていきますこの第11条から第18条までがですね「歎異抄」の後半部分になります第第から第18条までは ゆいえんの単んにと言われる部分です新南聖人が伝えてくださったお念仏の教えが異なって伝わっていることを嘆き記されたのがこのたんにですねたんにし,、ね、んにしの前半には新南聖人の言葉が収録されていると言われておりますそして今日から見ていく後半はですねそのたんにの著者と言われる ゆいえん坊が言葉を記した部分であると言われておりますえ今回からその後半部分を見てまいりますえこの後半のですね第11条から第18条にはお念仏の教えの異なった解釈について具体的に記されておりますえそしてそれらの異なった解釈が生まれてくる原因根本的な原因として 自らの計らいを交えるという問題があります。この自らの計らいを交えるということがタニシを貫くテーマとなっております。今回見ていくですね第十一十一章は生命不二章と生命不二章と言われる章でございます。ここでは生命別心と。 後ほどまたもあのお伝えしますけれどもね、生命別信という異なった解釈が挙げられております。え、生命別信とはまあどのどのような異なった解釈なのか、またその背景には自らの計らいという問題があること。え、今回はそうした内容を見ていきたいと思います。え、ではまずですね、タニシ第11条の本文と意訳をご一緒に。 拝読させていただこうと思います1ページですね今日のプリントの1ページの本文と意訳の部分ご覧くださいこちらの方ですねご一緒に拝読させていただきたいと思いますちなみにこの第11条はもっと実際はですね文章長いんですけれども全文記載するとちょっと理解しづらいかもしれないなと思いましたので今回は要点の部分をですね中心にこちらに書かせていただいております それでは本文の部分ですねこちらご一緒に拝読をさせていただきましょうそれではご一緒くださいませ一問普通の友柄の念仏申すに大うて何時は誓願不思議を信じて念仏申すかまた女房不思議を信ずるかと言い驚かして2つの不思議の司祭をも 文明に言い開かずして人の心を惑わすことこの上返す返すも心をとどめて思いわくべきことなりこの今のですね文章の意訳をその下に書いております意訳もご一緒にですね拝読させていただきましょうそれではご一緒くださいませ文字一つ知らない同行が念仏を申すことに対して お前は阿弥陀仏の西願の不思議を信じて念仏を申しているのかそれとも名阿弥陀仏の名号の不思議を信じているのかと言って人々を驚かせその2つの不思議の詳しい内容をはっきりと解き明かさないで人の心を惑わす者がいます。 このことはよくよく気をつけて考えておく必要があることです。えー、今日はこの内容をですね見ていこうと思います。それでは二ページお上げください。二ページの一の A の部分ですね。えー、さて、タンミ第十一条では生命別心という意義。 えー、異なった解釈がです、ね、挙げられております。で、生命別心とは何かと申しますと「生、え、が、ー、不思議を信ずること,と」とまた「妙号不思議を信じること,とをです、ね」と区別して考えることを「生命別心と言います。でこの部分の結論を言いますと「生願不思議を信じること」と「妙号不思議を信じること」とは 別のことではないということがまず結論ですですからその誓願不思議と妙号不思議と区別して解釈することがまあ意義異なった解釈であるとしてこの第11条に挙げられておりますちょっとね言葉が難しいんですよねですのでその単任詞を全文こう読んでいくとですねその意味がいろいろ書いてあるんですけどちょっと変えて難しくなるかなと思って 結論を申しますと正眼不思議というものと明後不思議というのは別のことじゃないんだと。けれどもそれを別のものとして解釈していく、まあ、そういう間違った異なった解釈がここに具体的に出てきておりますえ簡単にですね言葉が難しいので補足をさせていただこうと思いますもう一度1ページの方に戻っていただきまして医訳の下の方にですね 言葉の説明を書いております。こちらちょっとご覧いただきながらですね、お話を聞きいただければいただければと思います。正願とはですね、迷い苦しむものを救うという阿弥陀仏の誓い願いのことです。誓い願いと書いて正願ですね。で、阿弥陀仏の根本の願いということで本願とも言います。 え普段のご法話などでですね「本願」という言葉よく出てきますね「本願」阿弥陀仏の根本の願いということで「本願」と申しますでこの「本願」を別の言い方で言うと「誓願」とも言うということですね「誓願」阿弥陀仏の願い誓いのことでございますでもう一つ「明坊」ですね「明坊」とは迷い苦しむ者を救うという阿弥陀仏の 呼び声であり、働きのことと言われます。え、南無阿弥陀仏の名号とも言われますね。え、南無阿弥陀仏というと、私たちがナマンダーブス、ナマンダブスをこう口に唱えるお念仏のことがまず思い浮かぶかと思います。この口に唱えるナマンダーブスというお念仏もですね。え、この生んだ物南無阿弥陀仏ですね。 でそしてその阿弥陀仏が私たちに救おうと呼びかけてくださっている呼び声も「名も阿弥陀仏」でありそれを「名号」と言っております。阿阿弥弥陀陀仏仏から私たちへのの呼び声を名,も阿弥陀仏の名号と言うんですねで言葉はちょっと難しいんですけれどもねえ詳しい言葉の説明をしますとちょっと時間がかかりますので。 ま別それは別の回に譲りましてでここで押さえておきたいのは先ほど申した通りにその誓願というものと妙豪というものは別のものではないとそこが結論でございます迷い苦しむものを見て救おうと誓う阿弥陀仏のその誓願と救うために働きかけているこの明豪というのは別のものではないんだということですね でもそれを「別のこととしてて捉えていくそれを生命別心」というですね異なった解釈としてここに具体的に挙げられているわけですね2ページの方に戻っていただきまして2ページのですね1の B のところです。本来は別のものも ではないその誓願と名号と区別して解釈する「誓妙別心」の意義とそうした意義を人に伝え言い惑わす人がいたことがこの第十一条に記されております。では改めてその「単異抄」第十一条のですね文章も取り上げながらそうした内容を確認していきたいと思います。 プリントのの, C のところをご覧くださいこの第十一条には「お前は阿弥陀仏の誓願の不思議を信じて念仏を申しているのかそれとも生阿弥陀仏の名号の不思議を信じているのか」そのような言葉が出てきます。文字一つ知らないような同業仲間に対して「 このような言葉を使い言って驚かせる人がいるそのような様子がですねこの「歎異抄」第11条には記されております、えー、当時は鎌倉時代ですね、えー、誰もが文字を読み書きできるような時代ではなかったと思います文字は読めないけれどもお寺に通いお念仏の教えを聞いて 日々の生活の中でナ「ナマンダウブツナマンダウブツ」とお念仏を唱えているここに出てくるですねその文字を知らない文字一つも知らない道行というのは、まあ、そうした人々ではないでしょうか例えばですけれども川で野菜を洗ったり洗濯をしながら「ナマンダウブツナマンダウブツ」と唱えている食事をいただきながら ダ仏ナ何万ダブツ万ダ仏と唱えている、まあ、そのような素朴な生活の中で何万ダブツ何万ミダブツのお念仏が溶け込むように唱えられている何かねそういうような情景が思い浮かびます。で当時の生活といえばですねやっぱ苦しさ厳しさもかなり大きかった多かったことではないでしょうか。今のように、まあ、電気 ガス水道があああるわけではりりませんね家電製品もありません今となってはもうそれらがあることが当たり前になっていると思いますけれども、えー、かなりね昔はもうそういったことがない、えー、洗濯は川で行っていたでしょうし、まあ、食事の準備は火起こしからしないといけないで今のようなこの食料の生産体制も整ってないですし まあ物流も整ってませんね物を頼むのにアマゾンをポチッとしてくるみたいなねそういう時代ではないですしコンビニに行けば物が売っているスーパーに行けば食材が手に入るまあそれに代わるものはねあったとは思いますが今のようにやっぱ便利な時代ではないでしょうね。年によっってはとといいううものもののあったと思まます次の収穫までどう 食いつないでいくか。一冬をどう越すか。まあ、そんな厳しさもあったことではないでしょうか。今、あの、ね、ウクライナの方ね、ロシアの侵攻。が、レスラーが侵攻しておりますけれども。インフラの方をかなり攻撃して。電力。ガス。いろんなものが、こう使えないという状況になっている。零下二十度、マイナス二十度ぐらいにもね、なる。その中で。こう、非常に。 厳しい生活を強いられているというふうなね状況がありますけれども、えー、それと比べるわけではありませんけれどもね非常にこう飢饉物食糧不足で干ばつでもしくはあの地震とかですねそういった災害いろんなものに見舞われながら。 この生産体制が整って物流が整っている当たり前のように食料が手に入るっていうことは非常に今ありがたい時代を過ごしているありがたい国に過ごしているんだろうなというふうに思うんですけれどもねそういったものも戦争が始まったりこのコロ,ナコロナ禍でもですねもう物価がどんどん上昇していたりいろんな中で非常にこう日本もですね変化してきているわけですけれども。 まあその当時はその,鎌倉時代の当当時時時はは鎌倉代ですね非常に厳しい中の生活貧しい中の生活ではなかったのかなとそういったことを想像できますけれどもまあそういう苦しさ厳しさの伴う質素な生活の中でですね「何万ダ大ス何万ダ仏」とこのお念仏を唱えてそれをよりどころとしながら何とか日々を過ごしている生活しているそのような人々の姿がですね思い浮かんできます。 この資料の2の D のところですねご覧ください。でそうした、まあ、苦しさ厳しさの伴う素朴で質素な生活の中で生んだマンんだ仏とお念仏を唱えてそれをよりどころとしながら生きている人々に対して「お前は阿弥陀仏の西願の不思議を信じて念仏を申しているのかそれとも生阿弥陀仏の妙法の不思議を信じているのか」。 そのように言って驚かせる。そして誓願や女房という難しい技能を持ち出してその内容を詳しく解き明かすこともしないそして人々の心は惑わされ人によっては今までよりどころとしてきたものは一体何だったんだろうかそのように人生が虚しく感じられ日々の生活が揺らぐような方もいたのではないでしょうか。 この「歎異抄第十一条」にはですね「お前は」という言葉遣いが出てきますけどもねそういった「お前は」という言葉遣いからも人を見下して威圧するような態度でこう人に接しているそのように思われましてこのような姿勢からですね人々のことを思っているようなや様子は全く見えません。この文章をずっと読みながらですねなんかこう詐欺のことが思い浮かんだんですね えー、今ありますねいろんな詐欺が、えー、子や孫のことを思って一生懸命貯めていたお金を騙して奪うような詐欺もございます、えー、子供と偽って電話をかけてですね「えー、お母さん事業に失敗した病気になった、まあ、そんな子供になりすまして電話をかけてこう動揺させて金を奪うお金を奪う子や孫のふりをしてですね電話をかけて」 その一生懸命働いて貯めてきたお金を奪ってしまう。なんかそんなこう詐欺にも等しいようなものがですね、このタニシ第11条の文章から少し感じるところでありますね。苦しさ厳しさの伴う質素で素朴な生活の中でですね、必死に生きている人々の心を惑わせ、よりどころとしてきたものを揺らがせる。タニシ第11条に記されている状況とは。 まあそういうもので考えであると考えるとですね、とても罪深いことではないかなというふうに感じます。隣のページ三ページのですね三番意義の根本原因というところの、えー、E のところですねご覧ください。こうした E によって異なった解釈によって人を惑わせるような人が現れる原因として。 まあ欲の問題があるように思われます人を見下したり権威を傘にきたり自分の正当性を主張したりまたは他人を支配するような自己顕示欲権力欲支配欲自分への立場への執着、まあ、そうした欲の問題がですね原因としてあることを感じます。 文字一つ知らないような同業仲間に対して誓願または名号といった難しい言葉を持ち出して議論をふっかけていくそれによって自分の権威性や正当性を誇示するそうしたこう自己顕示欲というか、えー、権力欲支配欲、まあ、執着、まあ、そういった欲にまみれた醜い姿がですねここに見受けられます。 でこ,のこれらの欲のことも別に言えば計らいといとうですねですから結局のところお念仏の教えに対する意義今異なった解釈が生まれてくるのはこの自らの計らいを交えるということが根本的な原因になっていることがわかりますその下の、F、の下ところです。 でそしてまたこの自らの知識とか理屈でもってお念仏の教えを捉えてそして分別してしまう、まあ、そういう問題があります。正願名号というものをですね異なったものとして捉え区別分別していく人間の計らいを超えた、まあ、永遠不変の真理ともいうそのお念仏の教え生阿弥陀仏を 自ららの計いいで捉えていこ,うとするこうした自らの知識や理屈でもってお念仏の教えを捉え分別していこうとすることもまた自ららの計いいを交えていくことですこのように「歎異抄」第十一条からもですねお念仏の教えに対する意義が生まれる根本原因として「自らの計らい」という問題があることがわかります。章の第10条 はその第1条から10条までのですね。えー、まあ、総結の門総結の文章とも言われるようなものでした。で、そこには。念仏には麦を持って義とすると、もう念仏というのは？自力の自らの計らいを交えないことを本義とするんだ。そのような言葉がありました。歎異抄の新鸞、聖人の言葉を最後こうまとめるような第10条にそこそういった言葉が出てきておりました。 でその言葉はその後のですね11条から18条までもずっと貫いていくテーマなんですね。単二章この単二章という言葉からもわかるようにですね、単二章というのはそのお念仏の教えが異なっているということを異なって伝わってしまっているということを嘆き記された書物が単二章ですね。で前半部分には新南相人のそうした言葉が綴られて。 で後半には遺言棒、この著者である遺言棒と言われる方がですね。えー、さらにそれを補足しているような形で、綴ってあるわけなんですけれども。ずっとそのお念仏の教えを。こう異なって。伝わってしまっていることを嘆いて。そのことをこう記されているわけです。でその背景にずっと貫いているのが、この自らの計らいという問題なんですね。結構自らの計らいというと、なかなかこう難しいんですけれどもね。えー、まあ、解を。 重ねながらですね、えー、見ていきたいなと思います、えー。ちなみにこの第11条、今今回見ているのは11条ですけれどもね、11条の文章は信男証人が亡くなった後に書かれたと言われております。この丹尼生自身がですね、信男証人がこう生前おっしゃっておられた言葉を耳にこう耳にそこに残っているものを記しましたっていうところから始まるようにですね。 親鸞上人が亡くなった後に記されたものではないかと言われているんですけれどもこの親鸞上人が亡くなった後にこの第11の文章も書かれたと思われるんですけれどもしかしこのいわゆる「生命別心」という問題西願と名号と別々のものとして捉えていくようなこの意義ですねこういった意義は親鸞上人がおられた財政時からあったんではなかろうかとそういうことが 新人のお手紙からからわりますそのお手紙の内容を載せております3ページの4のところですね「聖願名語同一」というふうに言われるものがありますがこちら新御則「親鸞上人ご消息」「ご消息」というのはお手紙のことなんですけどお手紙をうやうやしく言ったことを「ご消息」というふうに言っておりますけれどもその第23通にこのようなお手紙の内容がございます。 ここをご一緒にですね、拝読させていただこうと思います。聖願・名号同一のことというふうに書いてあるところですね。こちらですね、ご一緒くださいませ。聖願・名号同一のこと。聖願・名号と申して変わりたることをそうらわず。聖願を離れたる名号もそうらわず。 妙婆を離れたる聖願もそうらわずろ老。く申し遭老も計らいにて遭老なり。そ老遭老と何回も出てきますけどね。えー、これ親鸞上人のお言葉お手紙ですね。その下に意訳を載せております。意訳もですねご一緒に拝読させていただきましょう。聖願と妙婆とが同一であることについて。 誓願といっても、名号と言っても、異なったことではありません。誓願を離れた名号もありませんし、名号を離れた誓願もありません。このように、言うことさえ計らいなのです。まあ、このように、もう端的に記されていますね。誓願と名号とは別のことじゃないんだよと。そういうふうに、こう考えていくことさえ、計らいなんだというふうなことが記されています。 裏の四ページの G のところねご覧くださいこの新蘭承人のお手紙には聖願と名号と区別して捉えていくことの誤りが指摘されております聖願と名号とは同一のものであり聖願を離れた名号もなく名号を離れた聖願もないそう記されております 先ほどど見ましたけれどもね誓願とは阿弥陀仏が迷い苦しむ者を救うとその誓ってくださった願いのことでした阿弥陀仏の願いそのことを誓願と申しましたで明剛とは迷い苦しむ者を救うという阿弥陀仏の呼び声であり働きでございました迷い苦しむ者を見て救おうとその誓った阿弥陀仏の誓願と 救うために働きかけている妙号とは別のものではないということですね。で、この新南聖人のお手紙にはそのようなこう正眼と妙号とは別のものではないんだと同一なんだとそういうことが示されております。これ明らかにこう示されてますね、ここに。で、H のところをご覧ください。 そして、請願と名号とが同一であることを、このあえてですね。このご消息、お手紙に記されているということは、それはつまりですね。この請願と名号とを区別して解釈したり、伝えたりするということが、もうすでにあったということですね。この単二章第十一条に挙げられている、生命別心という意義は、ですね。親鸞聖人、財政時からあったということがわかります。 愛のところになりますけれども、でこの「誓願と名号」と区別して解釈することは「計らい」であるというふうにもこのお手紙の中に記されております。えつまりその人間の「計らい」を超えた仏様の領域このお念仏の教えというものを人間の理屈でや知識で持ってこう分別していこうとするそのような在り方を自らの「計らい」であるとして まめられていいるとでこの「単異抄」十一条をずっと見ていくとですね自己顕示欲権力欲支配欲、まあ、執着、まあ、そういったこう欲による自らの計らいということもまたこの意義を生み出す原因というふうに見えてきます。 今回この第十一条を通してですね「生命不二章というですねそういう章の重要な文章を抜き出して見ていきました。でここにはですね阿弥陀仏の誓願と妙号と異なったものとして考える「生命別身」という意義が挙げられておりました。で「生命別身」とはどのような意義なのかまたその意義が生まれてくる根本的な原因として 自らの計らいを交えてしまうという問題があると。まあ、そうした内容を見てきました。で、この G のところですけれども。え、ちなみに、こうした、この自らの計らいのことを。本願寺。第八代収集蓮如上人はですね。無明御師匠の恐ろしき病。無明御師匠の恐ろしき病。まあ、そういうふうに言われております。 あらゆるものを自らの知識や理屈でもって分別していこうとする。そして、その自らの見解を正しいものとして主張して固執し、人を見下し惑わしていく。まあ、そのような性質を我々は抱えているんですね。自らの計らいとはまあ、そうした。恐ろしい病のようなものであるということが、蓮の証人の言葉から伺います。そうした、あらゆるものを自らのこう。基準で分別し。 主張し固執していくような在り,り方はですねこのお念仏の教えをどう捉えるかということに限ったことではなくて私たたちのの日頃の行いままり方ににも密接に関わってきますそうした自分の性質を知り気をつけていなければ私たちもまた日頃の生活の中でこうあらゆるものを見て自分の基準で分別しこの自らの見解を主張するこれが正しい。 あんたは間違っているというようなですねそういうような在り方をして人を見下して傷つけ惑わしてしまう、まあ、そのような行いをしている可能性がですね私たちにも多分にあるんですね。そうしたこう仏法を学ぶということは、まあ、単に教えを学ぶということではありません。教えを自らのこの行いとか在り方に引き寄せて考えた時に「ああそうだったな」と。 自分が必ずしも正しいわけではない人が必ずしも間違っているわけではないまたその逆もしかりですね自分が必ずしも間違っているわけではない相手が必ずしも正しいわけではないかもしれない、まあ、そういうふうにこう考えていく視野が与えられるというんですかねまあそんな反省を通しながら新たなこう自分に変化していく常々言っておりますけれどもね、えー、この東洋的な考え方として 心を成長していく年を重ねるとは心の成長していくというふうなそういうような捉え方もありますね。仏法を学びながらいろんな経験をしながらこの仏法を自分の自らの生活に引き寄せで考えていった時にああそうだったな自分も至らないことが多かったなそんなことも思いながらですねこの心が開かれてくるそういったことがねあるんではなかろうかなというふうに思います。 次回ですね今回は内容としてはここまでにしまして次回も第11条を通しながらですねこの私たちの日頃の行い在り方に引き寄せて考えてみたいと思います。では今一度本文・意訳をご一緒に拝読をしましてその後ですね質疑応とまたよろしければですねご感想などをいただこうと思います。 あのオンラインの会員でもずっとしてるんですけどこう質疑応答とか感想をいただきながらですねこうお話していくとかなりこうあの、まあ、私自身もそうですしこの場の皆さんがです、ね、非常にこう理解が深まっていくのかなというふうに思っておりますのでよろしければですね後ほどそのように対話させていただきたいなと思います。では1ページの本文意訳ですね改めて拝読をいたしましょう。それででは本文のところからですね 一問普通の友柄の念仏申すに応て何時は誓願不思議を信じて念仏申すかまた名号不思議を信ずるかと言い驚かして二つの不思議を司祭をも文明に言い開かずして人の心を惑わすことこの情返す返すも心をとどめて 思いわくべきことなりその下意訳まいります。文字一つ知らない同行が念仏を申すことに対して「お前は阿弥陀仏の誓願の不思議を信じて念仏を申しているのかそれとも生阿弥陀仏の名号の不思議を信じているのか?」と言って人々を驚かせ。 その二つの不思議の詳しい内容をはっきりと解き明かさないで、人の心を惑わすものがいます。このことは、よくよく気をつけて考えておく必要があることです。南門道さん。